ダニール、セルゲイエビチ・バランツェフは、ロシア出身の男性フィギュアスケートアイスダンス選手。2000年、2001年世界ジュニア選手権優勝。1999から2000、シーズン JGP ファイナル優勝。パートナーは、ナタリア・ロマニュータと妻でもあるジェニファー・ウェスター。ロシアのエカテリンブルクに生まれ、4歳でスケートを始めた。1996年、 ナタリア・ロマニュータとカップルを結成。1997から1998シーズンより ISU ジュニアグランプリが創設され国際大会へデビューを飾る。翌1998から1999シーズンにはすべての大会で表彰台に上った。1999から2000シーズン ISU ジュニアグランプリの JGP サル、後輩及び JGP ハグ、JGP ファイナルの3大会連続優勝を果たし、世界ジュニア選手権でも優勝。ジュニアクラスの大会を完全制覇を達成する。2000から2001シーズンからは、シニアクラスの ISU グランプリシリーズにも参戦し、世界ジュニア選手権では2連覇を達成した。ソルトレークシティオリンピックを控えた2001から2002。 シーズンは GP スパルカス戦坂でシニア初表彰台の3位となったが、オリンピックロシア代表の2枠をかけたロシア選手権では3位となり代表に選出されなかった。直後の2002年欧州選手権ではダニール・バランツェフの体調が思わしくなく途中棄権。後にカップルの解散を発表した。ナタリア・ロマニュータとのカップル解散後はアメリカへ渡りニコライ・モロゾフに指示。 2003年より、ジェニファー・ウェスターとカップルを結成し、アメリカ所属選手として活動を始め、二人は2006年に結婚。全米選手権にも出場を果たし、入賞するまでになったが、国際大会への出場は、ロシア側が拒否したために2007から2008シーズンまで待たなければならなかった。2007から2008シーズン、ネーベルホルンハイで優勝。 2008年全米選手権では5位に終わったものの、初選出の2008年4大陸選手権では4位入賞を果たした。ロシアゴラテン本次、ダニール・セジエーバッチバランゼブ。ありがとうございます。